アビサウルスは、白亜紀後期に、現在の北、アメリカに生息していた、エナンティオルニス類の鳥類の属の一つである。アビサウルスは、現在のところタイプ種の A アーショボールディと、もう一種 A グロリーの二種が知られている。両種とも単一の足の骨のみが発見されている。アビサウルスの両種は、西部内陸海路西岸の河川流域の湿度の高い、低湿地、故障であった。 最終的には、ロッキー山脈が形成された、コーゲローランオーバースラストベルト領域にある、乾燥した高原から発見されている。この属は、エナンテオルニス類のアビサウルス科に属しており、このトガには他にソロアビサウルスやネウクエンオールニスの、ような南アメリカの小型の種が含まれている。白コ後期においては、アメリカ州はまだ、テキス海の枝により分断された状態であった。 アビサウルスの化石が南北アメリカの両方で発見されることは南アメリカの分類群が北に移動し結果としてランス期に動物症の変化があったことの証拠となる A. アーショボールディの化石は1975年アメリカモンタナ州のガーフィールド群にあるヘルクリーク層の有心部 V73097 地点で収集されたこの地層の年代は 白亜紀後期マーストリヒトキであり、エーアーショボールディは最も新しい時代のエナンティオルニス類の一つでもある。エーアーショボールディはカリフォルニア大学古生物博物館の収蔵物で、ある単一の側根がカーシボネに基づいている。この標本の標本番号を言う新婦117,600で、最初は1985年に、ブレット・セルマン及びグレゴリー・ポールにより、 貴鳥従脚類の左の側根中足骨として記載された。1999年に、チアッペニオリエナンティオルニス類の蝶類の右の側根中足骨として再記載された。標本の最大長は 73.9mm で、基地のエナンティオルニス類の側根中足骨としては、最大のものの一つである。種商業アーショボールディは化石の発見者である。 カリフォルニア大学バークレー校の J. ーデビッドアーチボードに懸名されたものである。ーグロリーの化石は1991年にアメリカ・モンタナ州のグレーシャー郡にあるーメディシン層のモア TM-068 地点で収集された。この地層の年代はカンパニアン・カンパニア期のものである。ーグロリー、モンタナ州立大学ロッキー博物館の収蔵物である。 単一の右の側根中足骨に基づいている。この標本は、標本番号モア 553E、6.19、91.64? で、1995年にワーキー及びチャッペにより、記載された。種商名グロリは、ロッキー博物館のボランティアのプレパレーターである、グロリア・シーブリクトに懸命されたものである。百八十五年のブレッドセルマンらによる、論文では、 a ア r s h o b o l d は、明白にエナンティオルニス類であると考えられていた。ヒッシャラは、有神父117,600を公式に命名、記載したものの、アルゼンチンで発見された中、足骨ね、PVL4,690 など、他のエナンティオルニス類の標本は見ていなかった。そして後にこの標本を、エイビソリス SP と分類した。このことによって、 アビサウルス属の種が白紀後期に南北アメリカに存在していたと結論された。さらに、これらの骨の長さ、幅の日と中手骨の融合の程度は、鳥類より一人恐竜のものに似ていると結論付けた。両大陸の陸上の恐竜の属の分布からは、ブレット・セルマンによる、両大陸間の連絡があったとする説が指示される。さらなる発見とチアッペによる研究から、 PVL4690 を含むエイビソリス SP とされたすべてのエナンティオルニス類の化石は別属とされ、現在ではソロアビサウルスと呼ばれている。ありがとうございます。